はい、どうも、なおちんでーす。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はモンスターを厳選していきたいと思います。今日のモンスターは、もうすでに厳選はしてるんだけども、ナイトファイラスですね。なぜナイトファイラスかというと、こいつの黄色い剣が欲しい。です。ピンクと緑はよく出るのよ。でも、黄色って本当に出ません。うん。一度ね、バルデバランの黄色は見たことあるんだけども、残念ながら仲間がすぐ倒しちゃったのよ。惜しかったな。まあ、今日はナイトファイラスの黄色い剣が出るまで終われません。それをやりたいと思います。今までね、ナイトファイラスの厳選は、3時間ぐらいやってるかな。3時間ぐらいやって、黄色は一度も出たことがありません。サタンジェネラルも一度も出たことがない。うん、やっぱり黄色は幻なんだろうな。一番難しいと思います。では、行きましょうか。どれぐらいで出るかな。一応ね、5時間、6時間ぐらいは覚悟してやりたいなと思います。黄色だからね、すぐわかるから。では、やっていきますね。どれぐらいかかるこれ。お、いつもはね、ピンクがよく出るんだけども、緑だね。緑と、体の模様ですね。でももうこれは持ってるからいらない。もう今日は本当にね、黄色しか狙いません。うん、黄色が出るまでやります。また出たぞ。今日緑出るね。しかもさっきと同じく、模様付き。これ結構早く出るんじゃない？今日。ああ、落ちちゃった。まず最初の昼間ですね。ナイトファイラス一回も出なかった。サタンジェネラルはまあ出たんだけども、ナイトファイラス一回も出らん。やばいな。まあとりあえずまた、昼に朝にして、またやりましょう。出らんな。ようやく来た。ようやく、ピンクだけどね。うん。でも一応、ナイトファイラスが、40分で出ました。遅い。うん。1時間やると、2、3体は出るんだけどね。今日はなんか出ない、ナイトファイラスが。サタンジェネラルは出るんだけどね。いやいや、もうピンクと緑は持ってるから、黄色なのよ。出てくれ。出た！出た！でも、サタンジェネラルだよ。サタンジェネラルだけど、お、黄色ブレード出たぞ。これ珍しい。黄色かっこいいね。はいはいはい、あ、出る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 。でも、これのナイトファイラスなのよ。探してんのは。あ、黄色かっこいいこれ。これ黄色は絶対欲しいな。で、硬いね。やたら硬い気がする。気のせいか？よし、とりあえず黄色のサタンジェネラルは出た。ナイトファイラスだ。あとはね。もうまた出た！黄色！やりました！やった！出た！あとちょっとで、2時間経つところ。だね、2時間で出ました。マジで出ないからさ、これ4、5時間かかると思った。しかもさ、これ模様付き、もう最高。もう超最高です。もう絶対仲間になるよ。頼むからね、メガネはしてない。あ、マスクはしてないんだけども、大丈夫。よーしだ！来たー！ついに出たー！いやー、今日は夜まで終わらんかと思った。よかったー。はい。では、戻って、能力を見てみましょうかー。ついに来たー。それでは、見てみましょう。終わり際に、もう一回したのよ。ならば、もう一回ナイトファイラス出た。ピンクだけどね。ピンクだけども、出た。色付き。色付きのピンクブレードが出たのよ。んで、
今日入手したのが、この、5人ですね。うん。え、これとこれが黄色ブレードか？で、これがなんだ？わからん。うん、まあまあいいや。とにかく、こいつ、ラストは、黄色ブレードだと思う。だよ、だよね。うん、多分そうそう。まず、ノクターン、能力は何でしょうか？まあ、普通だね。普通、普通。で、ストイック、車がかりがね、まあ、悪くはないか。で、ニーブルは、うん、4つ持ち。豪傑は俺いらないんだな。豪傑は嫌いなんでいりません。レナールシス、スシス、シスか。どうだ？おー！ 5 個持ち。でも、ベギラゴンか。魔力どんな感じだったっけ？低くはないけど、高くもないって感じなので、ベギラゴンなくていいんだよな。まあ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 、いいじゃないですか。では、ピンクの模様付きから見てみようか。どうだ？ 5 個持ちでベホマール。最高。最高です。こっちは、まあ、歌舞伎物があってもいいね、こいつは。悪くないんじゃないですか？では、最後、こいつだよね、問題は。問題はこいつです。どうだ？頼む！できれば、さっきと同じ、5個持ちのベホマ。お、まあ、いいんじゃない？うん。あのね、ベホマはね、別にいらないかなと思ってたんだけども、あると意外と便利。うん、意外と便利だから、OK。まあまあいいでしょう。特性だよ、問題は。特性、どう？無難じゃない？無難でしょ？うん。車がかりも、まあ、HP 回復するようなやつを入れとけば問題ないし、まどろみいいでしょ？ミラーボディもいいよ。うんうん。え、こっちは何だったの？あ、歌舞伎物か。ああ、ならばこっちの方が、使い勝手は良さそうですね。うん。ベホマ、激しい雄たけび、全身全霊の魔人の絶技。あ、で、こっちはあれか。雷光一閃突きがついてんのか。まあ、いいんじゃない？オッケー、オッケー、オッケー。ちょっと、とりあえず、仲間にしてみましょうかね。ちょっとどんな色なのか見てみましょうか。おー、いいね。あ、ナイトバイラスは模様がピンクで、バルデバランは水色なのか。おー、来た、黄色ブレード。かっこいい。黄色ブレードの、赤模様。うん、ピンクブレードの赤模様。おー、いいね。いやー、かっこいい。あのね、緑色のブレードが、持ってたっけ？仲間にはなるのか。でも仲間にはしてないだけかな。わかんない。うん。ああ、いいね。やっぱりこう、おしゃれさんが、揃ってると、気持ちがいいっすね。うん。いや、2時間した、甲斐があります。うん。まあ、次はちょっと、別のやつをね、色違いで揃えていきたいと思います。はい。今日はね、ナイトファイラスの黄色ブレード、出るまで終われませんをやりましたけども、2時間ですね。2時間で出ました。でも、多分、運が良かったと思う。うん。おそらく、出ない人は、5、6時間しても出ないと思います。それぐらい、このね、黄色のブレードはレアですね。俺、初めて見た。初めて見ました。うん、ピンクはね、よく見るんだけども、やっぱりね、黄色は見ない。はい。まあ皆さんも良ければ、厳選してみてはいかがでしょうか。見た目めちゃくちゃかっこいいです。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。